解いてもらった問題を、今与えられてることだけ、バーって今ちょっと書いてみたんだけども、はい。まあ、さっきのね、陳列覚えてればいけたっしょ。うん。まあ、ちょっと一つずつ確認しながらやっていきたいなと思うんだけど、で、基本的にこの手の問題って、まあ、絶対じゃないんだけど、こっち側、左側が沈殿物質が来て、右側が、まあ、まだ溶けてない、あ、溶けてるよと。まあ、要はイオンのままだよっていうのがよく来やすいかな。絶対じゃないけどね。はい。じゃあ行きましょうか。でさ、まあ、ちょっと結論から、結論っていうか、いきなり最後に行っちゃうだよ。ここね。ここ最後の、漏液のとこなんだけども、これも実は出せるの分かった？ああ、はい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 。そうだな。なかなか難しいよね。多分まあバーって手で追っていったら最終的に残るから、まあこれかなっていうのでいけたと思うんだけど、もし俺がこの問題与えられたら、真っ先にこっから行くのよ。なんでって言ったら、今さ、この Na プラスあるよね。俺さ、沈殿の時の規則1のところで多分話してると思うんですけど、アルカリ金属って沈殿しました？しないよね。そうなんです。何をしても沈殿しないんだったらもう最初から書いちゃえばいいんですよ。めんどくせえから。あ、もうナトリウムここです。はい。で、そっから物語スタートの方がいいよ。なんでかって言ったら、なんか、まあ、全部残ってるの書かないといけないからちょっとめんどくさいんだな。うん。なので、まあ、最初にここ書いちゃって、じゃあ今から行きましょうってことですね。はい。じゃあまず今塩酸加えてますね。塩酸を加えて沈殿するものがありますと。はいはい、そうだな。銀生で苦労するってやつだな。なので銀と鉛が一番最初に沈殿をするよと。はい。色は？そうだね、酸性物質でやってるから全て白ということで、ここ白色です。で、その次にお湯加えてんじゃんね。これ出るよって言ったでしょ。お湯を加えたらどっちかは溶けんのよ。その通りです。鉛は溶けちゃって鉛になって、こいつはそのまんまだな。はい。じゃあ次、じゃあ今塩酸加えたけども、まあ残りのやつ、まあ本来ね、ナトリウムあるんだけども、最初にナトリウムやっちゃってるから、ナトリウム以外を書く。まあこんな感じかな。で、次に硫化水素を入れますと。はい、硫化水素って気をつけないといけないこと何だった？え？忘れたの。硫化水素の沈殿の時に必ずね、確認してね、液性ね。これよく受験生も忘れるからな。液性の判断を、しないといけない。あ、今この漏液中って何性ですか？はい。中性なわけないですよ。中性じゃないですよ。今だってこれ塩酸加えてるでしょ？塩酸加えた溶液ってことは、そうだな、酸性やな。だから今ここの溶液って、酸性なのよ。じゃあ、酸性の時だから、どれが沈殿するんだっけってちゃんと迷わなきゃいけないね。はい。そうだね。うん。CUS が今回は沈殿するよと。ね、ここ結構みんな間違えるからな、気をつけてな。で、それ以外は沈殿しないよーと。おー、危ない危ない、すいませんすいません。 ZN2 プラスですね。で、アルミニウム3プラス。ちょっと何気なく書いちゃいましょうかね。ここ Fe2 プラスなの大丈夫ですか？はい、ここも本当ね、今回は分類しかちょっとやってないんだけど、記述の問題、国公立とかね、まあ私立でも、マーチ以上目指すんだったらこのぐらい答えられないといけないんだけど、Fe3 プラス、これ Fe2 プラスに変わります。なんでって話だな。Fe3 プラスって、代表的な酸化剤だよね。はい。あ、俺酸化剤 O で書くからね。じゃあ、何かが大きいんでしょ？これがこれに変わったってことは、多分還元剤があるはずじゃん。何使ってます？そうですね、 H2S ですね。 H2S が今回還元剤として作用してしまってるから、あ、ごめんごめん、S だな。S に変わって、
この反応が起きちゃうから FE は FE2 プラスに変わってるんだよ。大丈夫ですか。で、大体じゃあ気絶ってここ出るんですかって言ったら、ぶっちゃけね、ここあんま出ないんですよ。ただ知らないといけないな。この後が出ます。気絶で分かりますね。まず、こいつ H2S を燃やしてぶっ飛ばした後に、で、硝酸を加えるよと。じゃあなんで硝酸加えたんですかっていう問題が出ると。簡単ですよね。もともと FE3 プラスの問題にしてたのに FE2 プラスに変わってるでしょ。これだと分類ないから、ちゃんとこの FE2 プラス元に戻しましょうと。はい、今回は次はこっちが、還元剤。じゃあ酸化剤はっつったら、まあ硝酸だね。まあ、今回希硝酸とか、濃硝酸とかっていうのは問題文に書いてないので、まあどっちでもいいです。うん。まあどっちでもいいけど、じゃあ一応希硝酸にしましょうか。希硝酸に変わって、こうなのかな。ちょっとちっちゃいごめんなさい。ちっちゃいけど、まあまあ今、変わってるとかが分かればいいですよ。はい。なので、これをやることによって、FE2 プラスを FE3 プラスに変えました。で、その次に、アンモニアを過剰に。はい。じゃあ、アンモニア過剰に加えたら、安藤さんの兄は銀だね。ってことは、今回、安藤さんの兄、どこだ？これか。兄だね。だから安藤さんの兄は銀のこいつは作為音になって、そうじゃないものは今沈殿するよ。だから今回で言ったら今 FE2 プラスが FE3 プラスに変わってるんだから、ここ FeOH3 の沈殿とアルミニウムの沈殿が生成されるよ。はい。ってことは、今回これとこれはなくなって、こいつはね、覚えてるかな？アンモニアとか水ナトって、イオン化傾向を対応させるじゃん。そうそうそう。で、イオン化傾向、カルシウムって大きいでしょ？ってことは、こいつは沈殿しないね。はい。なので、カルシウムと、そして亜鉛だな。で、今回、こいつ作用になってんだけど、今回作用書いてっていう問題じゃないから、あえてもうこのままでいいです。うん。このままでいいです。はい、じゃあ続いてこっち。じゃあ、今度、水酸化ナトリウムを今度多量に加えましたと。多量に加えたら今度は、ああ、すんなりだったな。はい、わかんなかったらノート見返してね。はい、ああ、すんなりだね。なので、今回はこっち側が作為音になっている。こうだね。で、こっちは何も変わらないよ。沈殿のままということ。じゃあ、こっち。もう、ほんとだな。はい。じゃあ今度は硫化水素、また加えましたと。またこっちに戻りましょう。はい。硫化水素加えたらとにかく液性の判断。今何性ですか？だな。これ加えているから今塩基性でしょ？ってことは塩基性であれば ZNS が沈殿する。残ったのはカルシウムだけ。最初に言ったようにナトリウムは最初に処理しちゃってるからもう沈殿するものはこれしかない。じゃあカルシウムが沈殿するのはバカにするな硫酸かバカにする炭酸。今回は炭酸イオンが入っているからバカに炭酸の方で CaCO3 の沈殿だよということです。今ね、話しながらバーってやってったからちょっと時間がかかったりとか、難しいじゃんってちょっと思った。あ、そこまで？あ、素晴らしいです、素晴らしいです。ね、ここね、何を隠そうって理科大の問題ですよ。はい、東京理科大の問題で、そんなね、さっき俺が話したようなことを覚えてれば、もうサササって終わるっていうね。あとは記述だな。うん。まあ、理科大のレベルだったら多分ここの記述とか出てるはず。今回はね、イオンの系統分離だけしかやってないけど、記述も書けるように、しといてください。はい、じゃあここまで移してください。